ベロニカ。あ、壺ぶっ壊す？私の魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。うん。いや、すごいアングルから料理系 YouTuber が冷蔵庫にカメラ設置してる感じのアングルだったよね。これで魔力が戻るといいんだけど。おっと、そんな、お姉様の姿が変わっていない。魔力は戻らなかったのですね。お、ご心配なく。この通りすっかり元通りよ。魔力が頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ちているのがわかる。ギンギンに満ちてやがるぜですが、ベロニカ君は欲望の解放のさせ方が下手だな。こっから見ても蜃気楼じゃないよね。うわ、なんかモンスターが走ってきたよ。かわいい。やば。今のちょっとかわいかったな。トコトコトコって走ってきたもんね。ほらほらほら。こういう、お前かわいいな、さては。おい、待てよ。まあ、お前急に待つなよ。極めて妖艶な素敵なレディーがいらっしゃいまして。これね、話しかけると、あら素敵なお兄さん、パフパフはいかがという、男の夢をちらつかせてきやがったんですよ。しかもたったの20ゴールド。ちょっとベロニカとセーニャは目をつむってなさいね。これからイオリさんは気持ちよくなりますから。さあ、パフパフ、初パフパフだね、ドラクエイレブンで。よろしくお願いいたします。パフパフ、あ、いいですね。ああ、やっぱ気持ちいいわ。パフパフを初めて体験したものに贈られるめでたい称号と、成人の儀式どころじゃないね。あれ以上のね、インパクトありますよこれ。どうよこのね、この顔よ。なんか基本無表情ですけど、今はすごい柔らかい顔表情してますね。ああ、ほら、遠くも見ちゃって。賢者モードか？賢者タイムかな？無駄なあがきはやめるんだな。さあ、おとなしく。おとなしく。待ちなさーい！あ！仲間がいるよ。ルフィじゃねえけど。仲間がいるよ。おい。私の仲間に追い立する子は。ベロニカが遊びで来てるわ。お仕置きよ。かわいい。お仕置きよ。おい、なんだあいつらは。警備の者たちは何をやっている。警備の者たち、まあイオリたちの仲間っていう認識はされてないでしょうからね。あ、マジか。いいな、勝ち気なベロニカ、かわいいな。ぶちかませ。おっと、 お姉様なんだ。あ、パニックだ。いや、なんだろう、ベロニカが驚くのはわかるけど、シャドウが驚くのはおかしいだろ。お前の方から来といて。あ、バレちまった。やだ、なんだか面白そうじゃない。そっか、それならこの町で少し休んで海の男コンテストを見てから出発しましょう。そんな時間ないけど、まあ海の女コンテストならね、見たいですけど、こんな筋肉隆々の見てどうすんだよ。そうそう、ベロニカちゃんとセーニャちゃん、この町のお店には世界中から集まる素敵なお洋服やスイーツが売ってるの。いや、そんなので、ベロニカとセーニャはなびきませんよ。勇者を導くっていう崇高な使命があるんですから、二人には。まだ時間があるみたいだし、
女だけで。いやいやいや、そんなショッピングとかスイーツ巡りとかね、なんか自分を女にカウントしてますけど女だけでって言うとりますけど、ね、ベロニカもセイニャもそんなんでなびく玉じゃないよ。男コンテストには興味ないけど、うん、興味ないでしょ。ショッピングは面白そうね。え私新しい靴が欲しい。靴欲しかったんや。え、ベロニカお前、おいちょっと待てよ。そうだよな、俺たちは虹色の枝を探しに。せやで、遊んでる時間なんてねえだろ。そう、1分1秒も惜しいですよなあ、せいにゃ。神様、どうした、そんな神妙な顔して。ごめんなさい、私甘いものには目がないんです。そうなの、そんなエロい格好して行っちゃった。